今日はですね、ブリテンズゴッドタレントというですね、イギリスで放送されている、オーディション番組があるんですけれどもね、日本でもジャパンズゴッドタレント、アメリカズゴッドタレントをアメリカでやってたりとかして、まあ世界的にすごく人気のある番組フォーマットになっておりますが、そのブリテンズゴッドタレントにですね、なんととにかく明るい安村さんが、挑戦をしてですね、大受けだったっていうことについて解説したいと思います。まあ、ああいうですね、その、いわゆるノンバーバルというか、まあ、一応そのセリフはあるんですけれども、非常に簡単なセリフで説明できるリアクション芸、というのはですね、世界で通用する可能性、僕もずっと高いというふうに思っておりました。逆に漫才とかは、その土地のですね、文化とか歴史とか、そういった、お笑いのなんか、その、文化みたいなものも、そういった背景がないと、なかなかこう、同じ芸で、日本で受けてる漫才、M1 の王者みたいな人がですね、いきなりイギリスに行っても活躍するのは難しいと思うんですけれども、こういった一発芸であればですね、ほとんど説明も必要ないので、まあ、いわゆる、履いてますっていう、安村さんのお得意の芸をですね、I'm wearing って言ってですね、やったっていうのが、すごい、最初みんないきなり、パンツ一丁になったんで、海パン一丁になったんで、女性の審査員なんかはですね、めっちゃ、嫌な顔してたんですけれども、もういきなり最初にサッカー選手っていうですね、サッカー選手のポーズで、全裸ではありませんみたいな話を、してるということで、それでもうめちゃくちゃ大受けになって、その次、ホースレーシングの、ホースレーサーですね、騎手ですね、競馬の騎手、イギリスでは、まあ、もちろんサッカープレミアリーグで、まあ、ものすごい人気あるし、競馬の発祥の地でもあるので、それもすごく受けて、で、3番目にもちろん皆さんご存知の、007 の、ジェームズ・ボンドも、このポーズをですね、全裸ではありません。I'm wearing って言ったらもうその段階ぐらいになるとですね、もうその女性の審査員がパーンつってその後に I'm wearing って言ったらパーンつっていう風に言うようになったりとか、安村さんもその審査後のですね、受け答えなんかもちゃんと英語を聞き取ってちゃんとした受け答えをしていて、ものすごい努力されてるんだなっていう風に思いました。まあ、最後はスパイスガールズで締めるんですけれども、これはもうぜひ動画が公開されてるんで、フル尺の動画をですね、ダイジェストじゃなくてフル尺で全部見てください。めちゃくちゃ頑張ってんなっていうか、これも8年ぐらい前ですからね、流行ったのは。それがやっぱり、こう、日本の、その、日本語の特殊さというか、日本のマーケットの特殊さだと思うんですけれども、英語版のコンテンツ YouTube とかに上がっていて100万再生とかされてるんですが、全然伝わってなかったんですね、世界には。なのでみんなもう初めて見る芸みたいな感じで、そのブリテンズゴッドタレントの会場の人たちも大笑いしてて、まあこういう芸に関してはですね、全世界共通で面白いというふうに思ってもらえるんだなっていうのがすごく良かったと思うし、こういったところにそのチャレンジする彼のバイタリティもすごいなと思いました。僕は実はですね、安村さんと、共演させていただいたことがございまして、ちょうどブレイクするかしないかぐらいの時だったんですけど、まあ、IT 業界の友人たちがですね、すごい豆まきっていうイベントをですね、東京タワーの下のスタジオを借り切ってやっていて、もうとにかく何トンもの豆を節分の日にまくっていうだけのイベントなんですけど、ステージパフォーマンスで、まあ僕なんかも出るんですけど、もうとにかく客から豆をぶつけられまくる痛いイベントなんですが、ちゃんとゴーグルをしてですね、その後ね、ホリエモン万博でそれ引き継がせていただきまして、すごい豆まき何回かやりましたけれども、その元になったイベントで一番多分でかかったイベントの時に安村さんが格好で出てきてポーズをして豆をまかれまくるっていう、非常に痛々しい、大丈夫なのみたいな。本当にね、体中真っ赤になってましたね。っていうので初めてお会いしたんですけど、まさか彼が世界的なスター、
への道を登り始めているのを見てですね、さすがだな、というふうに思った次第でございました。なのでですね、ぜひ一発芸のタレントさん僕大好きなんで、小島よしおくんとか、ハンバーグ師匠とかですね、頑張ってほしいな。そんなの関係ねえとか、It doesn't matter とかを、まあ、うまくやって、そんなの関係ねえって、世界でなんか活躍してくれるんじゃないかなって思いました。ハンバーグも、やっぱみんな食べると思うんで、ハンバーグっていうだけでも、めっちゃ面白いと思うんですよね。やってくんないかな、師匠。ということで、ね、ブリテンズ・ゴット・タレントなり、アメリカズ・ゴット・タレントに、ぜひ、今のお二人はですね、ぜひ挑戦をしていただきたいな、というふうに思いました。